皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンド大宮からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの富山店長です。よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら IS なんですね。国産なんですね。うちそんなにめちゃくちゃ入国が多いかっていうとそうじゃないですけど、まあまあ国産車自体少ないけど、まあ、レクサスたまに、まあ、LS とかも入るし、まあ、アルファードとかも入国しますけどね。まあ、IS はまあ初めてかな、もう全然国産車でもウェルカムなんですよね。いやもう全然全然、はい、そんなにうちもないんだからダメっていうのは特にない。欧州車メインでは取り扱ってるんで、まあ、まあもちろんもちろん、はい、得意不得意はもちろんありますけど、うんうん、国産車でももちろんカスタマイズできる、まあ、ちょっと、まあ、フロントとしても知識欧州車輸入車に偏りがちだけど、もちろん国産をこうダメっていうことじゃないです、はい、でその欧州車をいじってきたそのノウハウを入れたりもできるんですよね。あもちろんもちろんもちろん、はい、なんでまあお気軽にご相談いただければ、はい、そしてこの IS、はい、僕この方のやつをまじまじ今日初めて見るんですけど、めちゃくちゃかっこよくなったんですよ。かっこよくなった、めちゃくちゃですよね、うん、日本だとアルテッツァ、うんうん、アメリカだと IS で売ってたのがスタートですよね、うん、そこからこう年々かっこよくなって、もう全然違うよね。原稿めちゃめちゃシュッとしたなと。そうだね。そして今回いじったらさらにそれがなんかかっこいいくなってますよね。やっぱなんかこう国産って車高バランスあんま良くないっていうか、だからまあなんかそういう足入れてホイール入れてとか、まあ、ちょっとやってあげるだけで見た目が変わるし、印象全然違うから、なんか国産っぽくなくなったなっていう、うん、確かに、うん、今回は具体的にはどの辺をカスタマイズされてるんでしょうか。今回は、まあ、エアロこのエイムゲインのフロントリップ、これもともとモデリスタがついたところに、外して、まあ、エイムゲインのまあフロントリップ、あとまあリアスポイラー、あとまあ車高調ホイールをまつけさせてもらったっていう感じですかね。なるほど。このエアロがまたなんか絶妙っすね。そうだね。ちょっと派手すぎず、うんうんうん、出っ張りすぎず。なんかこう国産のエアロってやっぱそのちょっとこうでっかいのが多いんだけど、ちょっとでっかいのないじゃない。確かに。欧州車のなんか純正オプションみたいな。そう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 。はい、だからまあどっちかっていうとこれモデリスタ外してこう M ゲインだけど。モデリスタの方がちょっとでっかいかな、うん、でなんならモデリスタの方がちょっと車高低いっていうか、こっちの方が地上高はなんかこう隙間があるかなっていう感じかな。純正オプションでかぶせが多いんですよね。そう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 。でゴムモールが入ってたりして、あそうそうそう、ちょっと取っ手つけた感があったりするんですよ。そうなんですよね。これは結構絶妙なこの張り出し具合、うん、で特に IS ってなんかここがすごく出てるイメージじゃないですか。ここが、あ、まあ、確かにここが一番下なんで、うん、それがなくなったんで。そうだねそうだね、まあ、低くも見えるし、うん、はい、すごくスタイリッシュに見えるっていう、まあ、ちょっとトラブルで言えばモデリスタのエアロがこうなんかこうちょっとハーフっぽく履かせてあるんだけど、はい、モデリスタのエアロの裏にこのボルト出てて、ぼっこりこう穴開いてて、はい、外して初めて穴開いてんだって分かったっていう。それ名古屋店でLC にエアロ外したら穴が開いてたっていうのを言ってました。おうおうおう。だから結構エアロメーカーによってはその穴開けてつけてるのとかもあるから、いやあんまりなんかこの今までアルファードとかもそうだけどこの穴まで開けてるのもなくて、だから結構予想してなくて、まあ、実はって感じでお客さんに説明して、まあ、これも穴埋めさせてもらいましたけど、じゃあこの辺ぼかして塗ってるんですか。1枚塗ってるんですか。あもちろんバンパーはもう1本塗らせてもらって、あ、そうなんですね、はい、じゃあボンドボディがあるんでその辺は、そうですね、穴埋めももちろんこうもう本当分かんないようにできますんで、ちょっと僕たちも注意しながら案内しなきゃいけないですけど、バンパー交換まではまあ必要なくできますよっていうとこですかね。まあ、安心してお任せいただける、うんうんうん、あと特にこの黒くしたりとかは今回してないんですか。特にないです。あ、じゃあ元からこんなに黒いんですね、はい、あ、そう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 。じゃあなおさらなんかリップつけるだけで前回りがすごく締まるというか、グリルなんかガンメタのグリル多かったけど、ちょっとガンメタのグリルってねなんかこう車によっては合う合わないがあって、まあ、白だとやっぱその黒が合うかなってメリハリが、まあ、まあ個人的な意見ですけど、うん、中もこのモールも全部黒なんですね。あ、そうですね。なるほど。じゃあリップつけるだけで、うん、そうですそうです。だいぶこう見た目かっこよくなりますんでおすすめです。なるほど、はい、そしてあとこっち回っていきましょうか。はい、ホイールがちょっとこの
今までいろんな車をいじってきたノウハウが注ぎ込まれているところじゃないかなと。そうですね、これ、はい、IS 足回りが、この方から変わったってことで、全くデータがないところから。あ、そうなんですか。だから、納車されて車をお借りして足回りデータ取って、で、まあ、キャリパーデータ取って、でそれからホイール注文したっていう感じ。だからなるほど、これあのボルトなんだ、ナットじゃなくて。あ、そうなんですか。そう、へえ。国産車って結構こうハブボルト入ってるイメージですけど。そう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 。だからそもそもナット車じゃない、今までの国産みたいなナット車じゃないから、ちょっとこれ納車前にはちょっと使えないですって言って。なるほど。ちょっと見させてくださいって言って、でまあ車見させてもらって実際計測して、でそこから作っていったっていう。でホイールが BC フォージドの HCA381S。 なるほど、はい、この2ピースでピアスボルトがこう。そうですね、出てるタイプ。はい、はい、でこれ組み合わせもまた絶妙ですよね。そうですね、これ、まあ、ロイヤルゴールドと、まあ、ポリッシュリムと、まあ、ブルーのなんだチタン風っていうか、ね、チタンから、うん、ボルトなんですけど、これ実は奥様の車です。あ、そうなんですか。本当ですか。はい、へえ。で、まあ、ちょっと今回違ったテイストのゴールド。なるほど、はい、そして今回デズラも計測して履かしてるということで、もう絶妙。そうですね、つらつらっすね。つらつらっすね。ちょっとやっぱりホイールつけるとき緊張するよね。確かに初めての車だと計測して作ったとはいえ緊張しますよね。うんうん、でキャリパーもしっかり逃げてると。はい、そうですね。ここ結構空いてるように見えますけど、内側結構ギリギリですね。内側はこう、まあまあ割と、まあ、ちょっと、まあ、これ以上クリアランス狭めたくないなっていうぐらいの。でやっぱりそのコンケーブは欲しかったん で、まあ、国産ってやっぱなかなかあんまりコンケーブつかない車が多いんですけど、まあ、なるべくつけるっていう感じで、まあまあこのぐらいがギリギリなのかな。割と緩やかにコンケーブがついてる。そうですね、うん、でこれキャリパーのオレンジ色はこれ最初からですか。これ純正です。あ、なるほど、そうなんですね、はい、そして車高が今回だいぶ下がってますね。これ本当に奥様が、ね、はい、乗るんですかっていうぐらい下がってます。そうですね、だまあリップは消耗品ということで、まあ、ちょっと開き直って乗っていただく感じになりますけど、かっこよさ優先で、ちょっとここ入るのもちょっとギリギリなんでね。これ足は何で下げてるんですか。足ブリッツ車高調ですか。車高調です。あ、なるほど、そういうことなんですね。なるほど。じゃあ調整して、まあ、使い勝手に合わせてもうちょっと上げたいとか下げたいとかあれば。あ、できます、できます。もちろんできるんで、はい、ちょっとこれ、まあ、納車が早かったんで、まあ、ブリッツ以外がちょっとまだラインナップが、ね、選ぶものが少なくて、まあまあまあでも車高調のがいいでしょうってことで、まあ今のところブリッツしかないですねっていう感じだったかな。減衰調整がついてるんで、うん、まあ、乗り心地柔らかくしたり硬くしたりとかっていうのもできるんで、まあ、ある程度どんなシチュエーションでも対応できるという。はい、はい、そしてあとはサイドスカートなんかもこれが AMG ですか。これ純正っていうかね、あ、これ純正なんですね。まんまでだから結構大きくかぶせてモールが入ってるんですね。そうですね、この国産ならではの打ち込みが入ってる感じで、結構下に長いんで、まあ、まあフロントリップとのバランスもまあそんなに悪くなくて、まあ、良かったかなっていうとこですけどね。まあ、なんかフロントリップがなんかどうせこの当たっちゃうよねっていうスタートで、はい、あー、そうだから、まあ、擦ったら交換していこうって、はい、まあ、交換するならなんか別のもいいよねとか、まあ、そういうところから、あ、そういうことなんですね。まあ、MGAどうだろうということで、はい、まあ、これはまあお客さんからの提案で、うん、で形を見て、まあまあこの、まあ、横のつながり見てもまあそれだったらおかしくないですねなんていう話でこの M ゲインにつけさせてもらいました。なるほど。そしてあとはルーフが、あとルーフがこれもともとボディ色なんですけど、はい、ラッピングで、グロスブラックに。あ、これラッピングなんですね。そうです。これちょうどなんかフロントガラスとリアガラスのこう黒いのがつながって、ちょっと車高低く見えますよね、うん、あ、そう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 、なんかこうギュッと締まるっていうか、うん、まあ、かっこよくなったかな。なるほど。やっぱなんかこう白は膨張色なんで、この上に伸びる感があるんですけど、確かにやっぱこの上がちょっと厚いだろうけど、まあ、上が黒くなるとここ全体的に締まって、なんか見た目がこうすごいシャープに見えるというか。そしてあと後ろも引き
はい、後ろの方が若干コンケーブついてますかね。そうですね、まあ、キャリパー小さいし、まあ、ただもうこれが限界のコンケーブかなっていう。ていうかでも IS この現行のやつってリアフェンダーすごく出てるように見えるじゃないですか、うんうんうん、だからホイールスライジングするだけでなんか全然見た目違いません。全然違う。純正のあの電車みたいなフィットメントより絶対出すべきですよね。そうだね、はい、クォーターがだからドアがこう一回ここから出てるじゃないですか。そうドアが入ってこうクォーターが出てくる感じ、はい、バンパーの方に絞り込まれてる。そう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 、だからこれ絶対引っ込めちゃダメですよね、うん、はい、であとはこの最近の国産車多いけどこのなんだろう、このアーチラインがこうトップここでこうギュッてこう入るか、確かになんかこうなんだろう、こうオフセットを測るときにちょっと気をつけたいなっていう、あ、うん、ここに合わせるのかここに合わせるのか。そうそうそう、でもこっちに合わせないと折り返しもあるからダメですよね。そうそうそう、いやなんかこうもう履かせるときもめちゃくちゃドキドキして確かに当たっちゃうんじゃない、当たっちゃうんじゃない。あとタイヤによってもこうタイヤが寝てるとこ起きてるのがあるじゃないですか。そうですね、そうだからこれ後ろ 10J で275か、今回パルケンなんですね。そうですね、はい、これちょっとタイヤの銘柄変えたらちょっとリアの雰囲気なんかも変わってたりする気がするので、今回はまあこの避けるっていうところと、ね、そうですね、だからまあまあタイヤサイズもちょうどよくてまあ良かったかなっていう。なるほど。あとまあリアスポイラー、リアスポもこれ M ゲインですね。 M ゲイン、まあ、ボディ色で、まあ、ちょっとまあ黒いっぱい入ってるんで黒もとは思ったんですけど、まあ、車長さがある方がやっぱかっこいいんで後ろはこのボディ色でこう一体化させる方がなんか迫力あるかなっていう。いやリアテールランプとかもめっちゃかっこいいですよ。ちょっと A7 っぽくないですか。そうだからこのつながってんのやっぱいいよね。なんかこのちょっとこうヨーロッパ寄りっていうかもう輸入車っぽい感じになってきたっていう か、まあまあだいぶ斬新になったかな。アルテッツァってこうなんか丸見えじゃなかったっけ。そうだよね。しかも三角形のテールランプで、うん、あの車外のクリアのあの、ああそうだよね、そうユーロテールとかって言われた。あった、だいぶ進化しましたよね。いやいやもうだってこう繋がっちゃってるもん。確かに繋がってるの昔マキシマだけだと思ってマーク2とかじゃないですか確かに。でもそうっすね、うん、これ奥様乗られるってめちゃめちゃかっこいいですね。いやかっこいいですね。いいですよね。なんかこうすくこう優雅な感じっていうか、確かに確かにちょっと近寄りがたい奥さんになっちゃうかもしれない。確かにまあまあカスタムの内容としてはそんなところですね。なるほど、はい、はい、というわけで今回はボンド大宮からカスタマイズした IS を紹介しました。レクサス全般何でも大丈夫ですよね。もちろん大丈夫です。ホイールはもう、まあ、オーダーホイールなんで何でも作れますし、レクサスは意外と入庫多いですし、まあ、その辺はもう何でも車種こだわらず、その他国産車もそうですね、はいはい、新しいランクル300とかどうですか。もう僕が担当しているお客さんではもう11月に納車になる。あ、そうなんですね。ホイールも注文してって。あ、本当ですか。まあ、デザインもまだ言われてないのに注文してってちょっと待ってください。なるほど。じゃあ国産車なんかもお気軽にご相談いただいて。そうですね、ランクルもそうだしランクルプラドも頼まれてるものがあるので、はい、いろいろご提案できるんじゃないかなと思います、はい、というわけで煩悩チャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました。